これはパリの下町の清流ではありません。下水が流れています。下水といっても、下水っていうのかな、下水って言っても汚水ではありません。これ実はパリの道路の両脇の溝から水が流れるシステムになっていて、その水を使って道路を清掃するシステムになっています。そのシステム、古くはローマ時代からあるんでびっくりしちゃいますよね。そしてその同じシステムを今でも、2021年今でもパリはそのシステムを使っているあたりがすごいな。この水の流れの出どころをたどっていってみましょう。で道路脇から水を出して清掃してるんですね。そしてなぜかゴミ袋が置かれていますが、多分このゴミ袋を使って先ほどまでは右に水を流していたのをこっちに置いてると右に水に流れて、今反対側、こちら側の清掃をしているはず。多分さっきまで反対側にゴミ袋を置いてこちらに水を流していたので、今通ってきた階段が滝状態になっていた。そしてこちらは清掃済みの道だったということです。今日は短い動画でした。